け布団ごと蹴り飛ばすように跳ね上げて、私は自分自身に悪態をついた。いつもの3倍くらいのスピードで顔を洗って、歯を磨いて、身支度を急ピッチで整える。もしもし？もしもしって、その感じだと寝坊したな。大正解。ねえ、もう会場ついてる？いや、会場前の喫茶店でお前を待ってる。感謝しろ。ごめん、もう少しで家出るから先入ってていいよ。ほんとごめん。いいよ、待ってる。お前に時間通りなんて期待してなかったから気にすんな。それちょっとどういう意…切れた。どういう意味だっつーの。そんなことより早く行かないと。今日は絶対に遅刻をするわけにはいかない。なぜなら今日は私の親友村上優里の結婚式。履き慣れないヒールにかかとが少し当たるけど、寝坊した分を取り返すように私は小走りで会場へ急ぐ。バスはもうすぐ出てしまう。急げ急げ。本日晴天でお日柄もよく、見上げた先の空は実に青々とどこまでも伸びやかに広がって、私のとても大好きな、とても大切な親友の幸せになる門出の日。今日のウェルカムボード、リリアさんが作ってくれたんだよな。うん、そうそう。そのウェルカムボードを持ってるはずのリリアさんが寝坊していると。うん、そう。間に合うといいな。大丈夫。リリアはね、抜けててうっかりしてるところもあるんだけど、肝心なところでは本当にしっかりしてくれるんだから。さっきと言ってることが違うけどな。人には多面性があるんですよ。知らなかった？知らなかった